これは映画記憶にございませんの宣伝放送です。お話は脚本と監督の三谷幸喜さんです。映画監督の三谷幸喜です。世の中にはたくさんのエンターテイメントがあります。演劇。 テレビドラマ、ミュージカル、歌舞伎、パントマイム、フラダンス、コサックダンス、リンボーダンス、その中でも、僕は映画こそが最高の娯楽だと思っています。だから、 僕は映画を作ります映画の現場にはたくさんの職人がいます。ホースで雨を降らす名人もいます。彼らはどんな雨でも降らせることができるのです。小雨、霧雨。 小ぬか雨土砂降りもっと土砂降りもっともっと土砂降り彼らは映画のプロですそんなプロの仕事がもっと見たいだから僕は映画を作るのです僕の 新作映画が完成しましたタイトルは「記憶にございません」日本を代表するコメディアンに志村けんさんがいます志村後ろ志村後ろあの志村けんさんです 志村健さんがこんなことを言っています「古今東西いつの時代も自分が楽しいと思わない仕事から良い結果は生まれない今回はとっても楽しい現場でした」映画には2種類あります。 面面白白いい映画と面白くない映画画とくなですでもそれを決めるのは批評家ではありませんネットのコメント欄でもありませんあなた自身ですぜひ映画館に足を運んで自分の目で見て 自分の耳で聞いて確かめてみてください最後までご清聴ありがとうございました